おはようございます。デイ5です。来い朝の5時です。これからさ、はい、ムンバイに向かいます。はい、空港まで歩いてね、そんなかかんないと思う。10分。あ、そう、行きましょう。とりあえず行きましょう。あ、うん、これ空港ですね。はい、オッケー。一人も見なかった。お、着いたぜ空港。本当これもうむき出しで、普通だってインドの空港え、こんな感じなの？入れないのにね。じゃあ一旦デパーチャーなので切ります。はい、めっちゃ何が起きたんですか？いや、ちょっと落ち着こう。はい、何が起きたんですか？いや、俺さ、この QR コードでさ、うん、これでずっと当てたらさ、これ後つづりになってて、後つづり3枚だったの。3枚ずつ俺一番上の使ってたの、ね。一番上のはこれロビンの QR コード。ロビンの QR コード使ってたの。俺ずっと入ってて入れちゃってて。そうだね、先ほど言ったらあなたの席取られてますって全部 JQ さんがロビンのチケットで入っちゃったんで、さっきもね、名前言ってくださいって言ったら、清久高橋じゃ通じなくて、ロマンシバットです。ロマンシバットですって言ったら通じたんで、高橋清久になってる。入れ替わってしまって、僕ら入れ替わってる。入れ替わってる。どうやったってロマンシバットじゃないし、どうやったって高橋さんじゃないし、どういうそんなこと。あれになるんですね。国内線です。無事乗れました。はい、マイ、ただいま。6時55分、コジコード空港から、うん、ムンバイ空港へ約1時間半のフライト。そうですね、はい、です。今日も、はい、沈道中が起こると思いますが、はい、交互期待あのさっき気がついたんですけど、今はまだ我々デイ5の朝ですよね。そうなんです。それに対してロミさんがですね、ボソッと1ヶ月で30日あるんですこの6倍あるとこの濃さね。そうですよね、本当。いや、どうなるんですかね。ありがとうございます。はい、今 JQ はムンバイに到着しました。はい、で今日はですね、ビッキーと、まあ、初めましてなんだけれども、うん、ビッキーと夜ご飯を食べるということで、はい、このビッキーがもうめちゃくちゃホスピタリティあふれる。今日のホテル、ご飯、あと地図からもう全部手配までしてくれて、ね、しかも彼あの働いてるんですよ。しかもね、我々がさっき飛行機着いた瞬間に今着いたって、着いたかって、もう常に我々のことケアしてくれて、ホテルの住所もすぐ送ってくれて、はい、いやすごい、もう本当に素晴らしい。ビッキーと今晩会うことになりました。しかもですよ、重田奈穂ちゃんも今日、うん、たまたまムンバイにいるで、ビッキーとのご飯にジョインするかもしれないと。来るでしょうね。来るでしょうね。なんかやりくりしてくれるみたいで。荒れますよ、こんばんは。いや、今日はちょっとまた楽しみ。あれ、こっちに行っていいのかな？あ、こっちエグジットか。また行くとこは、またこうですよ。JQ との旅はもう、ついていくとろくなことになるの。まずは、あ、こっちの方出てみよう。ビッキーが取ってくれたホテルに行って、荷物を置いて、で、YouTube 編集のための。電気機器を買いに行こう。はい、買いに行きましょう。ムンバイの空港出ましたけれども、お店も、ATM もあってですね、当然のことながらティルダンドラムとは全く雰囲気が違いますね。さすが大都市です。あ、行きましょう。シブになるとやっぱり混雑具合が半端なく増えますね。違うね。隣合わせだね。もはや俺とロミの距離よりこっちの方が近い気まずいね。その間も人が歩行者も歩行者は行く歩行者は行く。はい、問題は車移動にしましょう。車移動。さあ、どのホテルなのか楽しみですね。そうですね、ビッキーさんがおっしゃる安いホテルをっていうことでリクエストしましたので、チーペストホテルの Yeah! I'm yeah! なんかオートレクション引かれないでね。さあ、なかなか生かした通りを我々歩いてますね、これは。うん、まさに大場ですね、ここは。あ、これだ、エアサイド、これです。お、行ってみましょう。お、立派じゃないですか。はい、あと30分、まだ用意できてないかな。30分ぐらいかかった。なるほど、じゃあちょっと待ちましょう。 Wi-Fi 使えるのかな。さあ、どんな
どうでしょうか。おお、バッチリだ。サンキュー。おお、looks so nice。しかも3つあるよ、ットが。すごいね。ワンルーム3ガイズ、ちょっと。いいんじゃないですか。うん、いいんじゃないですか。ありがとう。ちゃんと電源もあるし。うん。ツイッターで、ロミさんがちょっとやされてるんではないかという。コメントが入ってましたけども、心配のコメントが。そうですよね。さっきムンバイついてやっと都会来たよって嬉しそうに言ってましたけれども、うん、中身シティボーイだから。本当だよね。デイにたどり着く頃にはもうなんか悟り開いてるんですよ。悟り開いてるからね。ここもムンバイでね、もう空港に近い最先端のホテルですよ、ここ。本当ですよ、ね、もうここ3人1部屋で5000円ですね、はい。今日はなんかムンバイでカンファレンスかなんかでホテル高騰で、うん、あ、らしいね。ここ一人1600円ですよ。単純にビッキーさんの頑張り。そうですね、ここ本当、はい、本当面白くてですね、うん、まあこれもですね、簡単にいつでも持ち運びできる便利ですよね。本当よくできてます。これもですね、皆さん便座がないと思うじゃないですか。そういう話じゃないですね。ただ座れば未来が開ける場所ですね。いやー、よかったね。ビッキーさんが先に手配してくれたので。そうだね、よかった。今まで散々ロミが素晴らしいホテルを我々に提供したのに、うん、でもそれがあったからロミはロミにとってもいいホテルを取ることができたのに、うん、今回その権利すら奪われなんか別部屋を、ね、手配できなかったっていう。いや、いいじゃん、そんなの。ロミここは一回なんか振って、あの、楽してというか、うん、一回こうチャージしてほしい。チャージしてほしい。楽したいのに楽できないじゃん。取りたい自分の部屋、専用の部屋を取れないから。あ、そっか。我々と別部屋ね、取るとかっていうのは自分で手配するんだったらいいよね。せっかくインドにいるのにさ。俺川の字で寝たいよ。ねえ、ロミはね、あの、もう特等ベッドですよね。ああ、我々はこう、もう2人で1つですけれども。先輩方を差し置いて。いやいやいや、もうこれだけ尽くしてくれてロミに一番いい環境、やっぱりなるべくいいインドを体験してもらいたいなと。逆プレゼン。そうですよね。ああ、我々の旅の中での最上級グレード、うん、そうですよ、もうこれは。インドでは贅沢できるんでしょ。そうですよね。本当よね。わざわざこれ体験する。インドでお金持ちの部屋に入るんですよ。そうですよね。はい、ですよね。なんで俺はこんな旅に付き合わされてんだっていう。さっきのあの都会に着いた時に嬉しそうな。本当にため息ついてた ね。都会だ。ね、どうしてこうなったの。あんま。いや、嬉しいね。嬉しいですよね。でもまあ、ついてくることを決めたのもあなたです。確かにいただきました。いただきましたね。本当にすみません。正論に弱いんです。この後あのバッテリーだとか、そうそう、もろもろいろいろ、まあ旅をしてきて分かってきたことがあるので。分かってきたこと、まあ、はい、僕から言わせると予想ができたはずのことですけれども。はい、やってみて。まあ、まずバッテリーのチャージャー、うん、で、あとハードディスク、これも GoPro が、うん、まあ、結構思いのほか容量が大きくてですね、めちゃくちゃ贅沢ね、うん、なのでこれ、まあ、でもあまりにも情報量多いし沈道中すぎるので捨てるのはもったいない、うん、常にやっぱカメラ回しておきたいのよ。そうなんですよ。何かしら起こるじゃん。何かしら起こる、うん、いや、だいたい今朝もそうだけどゲラゲラゲラから始まってる。そうそうそう。その時にカメラ回したら遅いんだよね。もうその時にね、抜いても遅いから。遅い遅い。そうそう、だからそういうのもまあ含めてハードディスクを買いに行きましょうと。そうですね。次の行き先は電気街です。お、JQさん頭を取ってますね。うん、うん、今日ビッキーさんに会うからね、うん、気合い入れてますね。一応ちゃんともう最高のもてなしに対しては、うん、ちゃんとした格好で、ちゃんとした格好でね、気持ち、せめて誠意というか、せめて誠意だね。ご師匠から預かってるこの水の袋もね、初めて装着です。そうですよね、はい、これをいただい、空港でいただいた水の袋も装着してビッキーさんに会いたいと思います。そうですね、はい、身だしなみ楽しみですね。整えナウです。こうして、今はお師匠さんの YouTube を見て覚えた今朝の使った。本当に覚えたの。いや、今だ、うろ覚え中な感じかな。はい、はい、では行ってきます。電気街に行きましょうか、はい、行きましょう。電気街へ GO でーす。 GO。 から元気よ。ちょっと待って、どうして片っぽしか履いてないのに今手に持ってる靴下2個ある、ね、どういう状況でこうなってるの。これまあ、あれ靴下がないぞ。それいや、これもセットなのよ、うん、あったあったあった、これじゃないか。
ね、ありました。靴下ありました。靴下ありましたね。3分使いました。もうこうやってね、あらゆるものはなくすし、見つからないし、見てください、この散らかしを。だいたいこれあの僕と JQ の2人のベッドですけど、これ全部 JQ のものですよ。もう領地侵害はなはだし全部ですよ。それからロミはいいじゃないですか、最高の環境をゲットしますよ。もう島が離れてるからね、もうでっかい川の。どうやったらコーヒーになるんですかね。ちょっとロミさんあれどうしたんですか、急に今までなかったアイテムを。いやちょっとシティーボーイ感を出そうかな。よし、じゃあ、よいしょ、レッツゴー、電化製品。見てください、これカバン全開きですよ、これ全開き、全開きカバン。ちょっと待って、これまたですよ、これ。力車に乗るんだっけ。ロミが車を用意してくれてるのかもしれない。いや、車今から用意する。あ、今から用意する。今から用意するんだったら乗っちゃった方がいい。じゃあ交渉しましょう。はい、How much is that? 150 150、OK、150で行きましょう。じゃあ、電化製行きましょう。 Thank you。エンジンかかりません。エンジンがかかりません。左側半分濡れてます。うっそ。全然面白いなと。おー、わかりました。はみ出すなって。はみ出すなって。かわいそう、ロミ。これだからロミは必死にさ、リクシャーじゃなくて車をハイヤーしようとしたわけだよね。そうですね、自分がこういう目に遭うっていうのをね、分かってるから。反対車線も何のその。おー、怖い。なんとかして抜きにかかろうって。なんとかして抜きにかかる。おー、ギリギリやねーか。おい、これは怖いっすよ。こういう時のためにね、常にやっぱりカメラを回しとかないとダメなわけですよ。何かが起こるかもしれないから。いつ起こるかわかんねえよ、こんな。うん、面白い。雨がすげえ降ってきたぞ。あ、本当？うん。濡れてる？ロミ。濡れてる。まあ、左側しっかり濡れてます。かわいそうにロミ。俺の右側と一緒だ。俺が一番楽してるのね、これ。あ、下げられるんだ、これ。あ、すごい、分かっちゃったように笑われてる。お、見た。これでだいぶ、今すごいよ、雨急に来たね。うわ、すごいね。おお、すごいよ。だからどういう状況になってるかというと、こんな感じですね。めちゃくちゃキュキュしてます。さあ、着きました。はい、フェニックスマーケットシティ。はい、じゃあじゃあと変換器変えたよ、ありがとう。嬉しい嬉しい。これで作業できます。はーい、 YouTube 編集アップできます。はい、イエーイ。さすがムンバイ。ナホちゃんが紹介してくれたからね、これね。ありがとうナホちゃん。ありがとうナホちゃん。犬も逃げてく。行きましょう。逆走が始まっています。
今グランドハイアットに向かってるんですよ。グランドハイアットに向かってるんですよ。高級ホテルに向かってるんですよ、これ我々。これさ、考えによっては200ルピーでしょ、400円でこの体験って結構すごいよ。いかがでしたか、JQ さん。パスポート。パスポート。パスポート忘れてますね。パスポート。こういうことですよ。Thank you。はい、グランドハイアットホテル着きまして、なほちゃん待ってますが。休憩というか、なんというか。落ち着きたいね。お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶり。お久しぶり。なほちゃん、イエーイ。会えた会えた会えた、ありがとうございます。もう久しぶり、嬉しい。まさかのムンバイカムカムで、はい、あ、出た、これがアイテム、はい、後で、はい、ありがとうございます。すいません、秘蔵庫、ありがとうございます。今日のビッキーで、ね、そうサプライズアイテム、うん、ですね、後ほど。これね、ビッキーが俺らがコジコードにいるって言ったら、うん、コジコードは実は日本だと思ってたっぽいのよ、うん、聞いたことない、インド人も聞いたことない インド人も聞いたことがない。だからもし来れるんだったら、僕は焼酎と青森が大好きだから、うん、もし持ってこられると嬉しいな、日本から持ってきてほしいと、持ってきてこれると嬉しいなって言って、でどうやら僕らがインドにいるってことが分かったから、それがまあ後で判明して、うん、あ、ごめんみたいな感じで、うん、日本にいるのね、だからこれがあの気にしないでねって言って連絡くれたんだけど、これをジャンジャジャンとこうなほちゃんが持ってきて、ありがとうございます。ありがとうございます。喜ぶだろうね、ビッキーね。プレゼントしたいと思います。喜んでるけども、待ってね、ビッキー。ありがとうございます。いやー、嬉しい嬉しい。ムンバイカムカムでございます。ありがとうございます。そういえばよ、うん、あのなほちゃんが誰かというか、あ、そうだそうだそうだ、多分、ね、視聴者初めてだから。そうだね、うん、そうそう、まずインドで会うのは当然初めてだし、うんうん、何年ぐらいいるの。もうね、15年目。おー、すごい。日系企業の進出支援と、まあ、自分で事業を作ったりとか、ほとんどの時間は、酒の研究に費やしたい。最高ですね。今回の一番最初のきっかけに実はなったのは、そうだね、そうそう、なほちゃんで、僕が得度した写真に対してのコメントで、仏教の本場聖地においでください、カムカムって最初にしてくれたのがなほちゃんでございます。適当に書いたんだけどね。それがここに繋がるという、はい、本当に来ちゃいました。本当ですよね。はい、ありがとうございます。ホリワンドクラブから来ます。普段どこに？僕は日本なんだ。なんで今いるの？わかんないですよ。だからトリワンドラムに来るっていう情報だけもらって来ちゃったっていう。2人と合流する前に僕も結構トラブルしてますからね。映像に全く残ってないやつ、全く映像に残ってないトラブルがいっぱいありますから。本当にそういえばと思って、もともとはバラナシで22日に、まあ、その日印70周年のこうイベント、まあ、行くっていう風に言ったんだけれども、まずそのイベントとはそもそも何ですかと、ね、まだ何もお伝えしておりませんでした。そうですよね。あの今年が日印の国交樹立友好70周年、その中 そのプロジェクトの一つとして、若者たちに日本とインドの未来を一緒に作ってもらいましょうと、アイデアソンやりますと。もしかしたら我々がそのなんか メンター的な、それがちょっと、はい、その話、そうそう、んみたいな、はい、お願いします。それもまともに説明してますけど、とりあえず来ちゃった。若者たちがこういろいろこうアイデア考えるじゃないですか、うん、そういうところの、メンターが必要だなと思っていて、うんうん、そしたらたまたま南からやってくる、そう、南からやってくるあのお二人がいらっしゃると、 JQ ご一行、はい、ということでお願いさせていただきました。あ、なるほど、はい、喜んで、光栄ですよね、はい、ありがとうございます。貴重な機会を、ありがとうございます。近い、いや、一情報で、まあ、もう近い。おビッキーどこ、お店は、あ、ちょっと待って、引っかかってた。引っかかってた。ビッキーどこだろう、どうかな。おー、あー、向こうだ。ビッキー、道路だ、向こう。頑張って、渡ってこう。おっと。最後まで動画を見てくれてありがとう。
次はどこに行くのかな、それを決めるのは